永田、足が止まって構えた、掴んでこれでスリーアウトになります。最後はセンターライナーに倒れました。5回表が終了して9対4、ジャイアンツこの回の攻撃はゼロで終わっています。5回の裏カープの攻撃、この回の先頭バッターは石原。第1球を投げました、強振空振り、打った、セカンド正面、取った、ファースト送る、石原セカンドゴロに倒れました。ワンアウト、ここでタイムを取りました。カープどうやらここは代打策に出るようです。バッターは代打浅井、投げた、打ちました、いい当たり、伸びる伸びる、まだ伸びる、ライトセンター見送った、ホームラン、浅井代打ホームラン、失投を逃しませんでした。下抜き打たれました。打順は1番に帰って森笠、第1球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴んだ、一塁へ。森笠初球打ちはセカンドゴロに終わりました。ツーアウトです。さあ1球目、外角外れてボール、投げた、フォークボール空振り、ワンストライクワンボール。さあ3球目、速球外れました、アウトコース低め際どいところ。第4球を投げた、強振空振り、外のボール球を振らせました。投げた、外角際どい球ボール。第6球を投げた、外角スライダー見逃し三振、スリーアウトチェンジ。5回が終わって9対5、カープこの回も1点を返しています。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー草抜き、フォークワンバウンドボール、投げた、アウトロー空振り。第3球を投げた、低めボール、投げました、ボール外れました、ワンスリー。第5球を投げました、空振り、的を絞れません。ツーエンドスリーから投げた、打ちました、ショート飛びついた、抜けた、体温残してセンター前、先頭バッター出塁です。ここでタイムです。さあここは代走を起用してくるようです。投げました、空振り、投げた、バットのやや先端、ボテボテのサードゴロ、高いバウンドになった、ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは2番鈴木、低めの球空振り、投げました、打った、グラブ弾いた、取った、セーフ、記録はヒット。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。今日2打席連続でホームランを放っている高橋、今日3打点を挙げています。インコース低めストライク、ランナー走った、投球ストライク、二塁送球、セーフ、投げました、一つ外したボール、投げました、打った、いい当たりだ、セカンド飛びついた、センター前、抜けていきました、センター前ヒット、三塁ホームへ、いいボールだ、セーフ。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは4番清原、投げました、膝元、フォーク決まってストライク、投げた、打った、痛烈な当たり、ショートのグッドビー、抜けた、レフト前ヒット、中継、清原なんと4打数4安打。投げた、初球突っ抜けました、ノーストライクワンボール、投げた、空振り、投げた、高め、判定はボール、ボールカウントワンツー、投げた、低め外れてボール、投げました、豪快に引っ張った、切れました、ファウル、投げました、よく見た、フォアボール、ここはよく見ました、満塁のチャンスにバッター清水、投げた、インコース詰まった、木村掴みました、ツーアウト、今日元気のない江藤、投げた、低めストライク、投げた、打ちました、レフトに打球がぐーっと伸びていく、前田交代、前田落下点構えて取りました。6回の表が終わってジャイアンツこの回2点を加えています。カ
カープ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは尾形、低めストレート外れても第2球を投げた、スライダー決まってストライク、第3球を投げました、打った、ライトへの浅いフライになった、切れました、ファウル、投げました、走んで捉えた、ぐんぐん伸びていく、尾形いい角度で上がっていきましたがセンターフライです。バッターは4番シーツ、投げた、初球すっぽ抜けボール、ストレート外れてワンボール、第2球を投げた、痛烈、取った、一塁へアウト、ツーアウトです。バッターは5番前田、投げた、速球はストライク、インコース低め、投げました、スライダー打った、清水さらに交代、ヒットフェンスに跳ね返った、セーフ、サードスライディングした際に負傷してしまったようです。ここは大事を取って交代するようです。打ちました、清水前進ワンバウンド、ガムヒットになる、菊池ホームイン、カー1点返しました、新井タイムリーヒット、投げた、直球ストライク、さあ次の投球です、フルスイング空振り、低めのボール球を振らせました、打ちました、三塁線どうだ、取った、一塁へヘッドスライディングアウト、これで3アウトチェンジ。6回の裏が終わってカープこの回1点を返しています。ここでタイムです。カープここはピッチャーを変えているようです。7回の表ジャイアンツの攻撃、この回の先頭バッターは阿部、さあ1球目、カーブ見送ってボール、投げた、ナックル決まってストライク、ワイドアウト、投球3球目、打った、いい当たりだ、さあ右中間に持っていった、フェンスに当たる、掴んだ、ミリエ、セーフ、阿部ツーベースヒット、バッターはピッチャー真田、投げた、ボーアウトサイドわずかに外れた、ワンボール、第2球を投げた、外角カーブ外れてボー、ノーツーから投げました、ボーインロー、ノースリー、ナックル決まった、ストライク、ここは1球見ました、第5球を投げた、ナックル見送ってストライク、内角決まってツースリー、さあ6球目、アウト、空振り三振、バッターはトップに返って三岡、投げた、ストレート決まってワンナッシング、第2球を投げた、ナックル外れてボール、ワンエンドワンから投げました、ボール、ナックル外れました、さあ4球目、ナックル打った、掴んだ、一塁へアウト、ツーアウトになりました。ここまで2安打の鈴木、第1球を投げた、カーブ決まった、ストライク、さあ次の投球です、流し打ち、ファーストへアウト、これで3アウト、満員の広島市民球場、そのライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏カープラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは8番石原、ローインドアップから投げました、掴んでワンアウトになります。ここでタイムを取りました。カープどうやらここは代打策に出るようです。バッターは代打西山、初球引っ張った、ワンバウンドフェンスに当たる、掴んだ、中継、ここでタイムを取りました。どうやら代走を起用するようです。さあ1球目、外角高め、シュート決まってストライク、これは見送ってボール、アウトロー外れてワンエンドワン、投げた、4、6、3、7回が終わってカープラッキーセブンの攻撃は0で終わりました。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは高橋、今日5打点を挙げています。ボールを掴んだ、ジャイアンツあっという間にワンアウト、右バッターボックスは4番清原、
投げた、シュートはもう外角へ、直球ストライク、さあ3球目もう外れた、投げた、バットのやや先端、福地前進ヒット、ボールは中継、清原なんと5打数5安打、セットから投げた、スライダー外れました、さあ2球目ストレートはボールインハイへ、投げました、フルスイング空振り、投げました、6、4、3、8回表が終了してジャイアンツこの回の攻撃は0で終わっています。カープこの回は2番からの高打順です。先頭バッターは木村、第1球を投げた、お外れた、第2球を投げた、内角低め打った、清水バット点構えて掴みました、ワンアウトです。バッターは3番尾形、投げました、直球見送ってボール、アウトコース際どいところ、第2球を投げた、シュートワンバウンドボール、ノーツーから投げました、バットの瞬間打球はレフト浅いところ、ペタジーに前進、ペタジーに取って、これで2アウト、右バッターボックスはシーツ、投げた、打った、ぐんぐん伸びていく、ペタジーに交代、レフト見送った、ホームラン、シーツソロホームラン、初球をうまく捉えました、サラダ打たれました。さあ1球目速球決まってストライク、さあ2球目スライダーボール低めワイドアウト、投げました、外角シュート外れてボール、ワンストライクツーボール、第4球を投げました、インコース詰まった、さあ投球5球目ボール突っ込むけ、投げた、打った、打球はセカンドの左、ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトです。8回の裏が終わってカープこの回1点を返しています。9回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは6番清水、投げた、初球流し打ち、ワンバウンド、ボールを掴んだ、ボールは中継、清水これで3安打猛打賞、ここでタイムを取りました。カープここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。バッターは今日元気のない江藤、投げました、フォークはボー低め、一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ、一塁牽制球を送ります、セーフ、投げました、スライダー外れてボー、インコース際どいところ、一塁へ牽制球を送ります、セーフ、再三ランナーを牽制します、投げた、直球決まってストライク、ボールカウントワンツー、次は4球目、引っ張った、福地交代、レフトポール際切れました、ファウル、一塁牽制球を送ります、セーフ、直球もインコースへ、ツーストライクスリーボールです、投げた、スライダー外れてフォアボール、ここでタイムを取りました。さあここはダイソーを起用してくるようです、投げた、ボー高めわずかに外れた、大きなスイング空振り、ワンストライクワンボールです。9回の表ジャイアンツの攻撃、ボー、スライダー外れました、投げた、フォーク外れてボー、アウトコース際どいところ、ノーアウトランナー一塁二塁、低めストライク、フルカウント、投げた、ストレート打った、森笠取りました、ワンアウト、ランナー急いで戻る、セーフ、バッターはピッチャー真田、投げた、フォークボール見送ってストライク、ワンナシン、投げた、高めボール、ワイドアウト、投げた、あとボール球打った、インフィールドフライ、玉木落下点に入った、掴みました、ランナー2人を置いて迎えるバッターは三岡、投げました、フォークはボール外角へ、投げました、打った、ワンバウンド、取った、中継、ジャイアンツさらに1点追加、三塁蹴ってホームへ、三岡タイムリーヒット、2アウトランナー2塁に変わります。バッターは2番鈴木、
とインサイドわずかに外れた。投げました、スライダー見送ってボール、アウトコース高め際どいところ、投げた、打った、三遊間の打球を取った、ファーストへ、アウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終了してジャイアンツ2点を追加しています。ここでタイムです。ジャイアンツ、ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。9回の裏、カープの攻撃、先頭バッターは新井、カーブ決まってワンナッシング、ワンナッシングから投げた、思い切ったスイング、空振り、追い込みました。さあ3球目、カーブ打った、高いバウンドになりました、取った、アウト、ワンアウト。バッターはベテラン野村、第1球を投げた、直球ストライク。第2球を投げました、あっとスライダーすっぽ抜けた。第3球を投げた、スライダー見送ってストライク、追い込みました。打った、いい当たりだ、セカンド横飛び、抜けた、ライト前ヒット、一塁へセーフ。バッターは8番石原、第1球を投げた、カーブはストライク、外角高め、ワンナッシング。さあ次の投球です。カーブ打った、ボールを掴んだ、セカンド横に、二塁アウト、一塁送り、一塁セーフ。ここでタイムがかかります。カープ、どうやらここは代打を送るようです。バッターは代打町田、第1球を投げました、アウトコース高めストライク、ワンナッシング。さあ2球目、カーブはボール、アウトコース際どいところ、投げました、バットのやや先端、鈴木振りました、試合終了、ジャイアンツ勝ちました。さて本日のヒーローは高橋、3回表今日の試合を決定づける勝ち越しホームランを放ちました。お送りしてまいりました一戦はジャイアンツ勝利という結果に終わっています。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。